高木拓也高木拓也は日本のサッカー選手、元サッカー日本代表選手、指導者、大阪商業大学卒業。家族は妻と数を数め。第一子の長男はサッカー選手の高木俊也。現役時代は 184cm85kg という恵まれた体格を生かしたポストプレイやヘディングを武器に得点を重ねたセンターフォワード。 アジアの大砲と呼ばれ、反ソフト監督時代の日本代表におけるターゲットマンとして攻撃のキーマンであった。長崎県南高木郡北有馬町出身。小学生時代は野球少年で堀内二世と周囲に言われた豪安投手だった。中学三年生の時、二年後に島原商業高校サッカー部監督の小峰忠都氏が、 国見高校に移動するという情報を耳にしていた。高校2年生から指導を受けられる予定であったため、島原商業ではなく、国見高校に進学する。2年生になり、小峰が国見高校に赴任してきた時、新3年生の部員はおらず、また、2年生の部員も、小峰の指導のあまりの厳しさに一人、二人と減り、秋になる頃には、高木一人しか残っていなかったため、 小峰新体制の国見高校サッカー部のいわば、長男坊として、早くからチームのまとめ役を任された。3年時には、首相としてインターハイに初出場し、国見高校の選手を中心に編成された、長崎県選抜チームで臨んだ、国体サッカー少年男子の部では、準優勝と得点王に輝いたが、全国高校サッカー選手権では、県予選で後に同僚となる、 前川和也を擁する平戸高校に敗れて、初出場は果たせなかった。高校卒業後の1986年に、大阪商業大学へ入学し、同大学のサッカー部でプレー。小峰の市でもある、上田良三郎から指導を受け、関西学生サッカーリーグ戦では1987年と1988年の2度、一部リーグで優勝した。大学卒業後、 当時の松田サッカー部監督、今西和夫からの誘いを断り、藤田に入団。しかしチームに合わず、1991年今世から、もう一度生をかけられ、松田に入団。早くから攻撃の中心選手として活躍し、松田がサンフレッチ広島 FC として発足すると、プロ契約、1992年には、JSL 新人王を獲得。 1993年5月26日の第4節横浜マリノス戦での決勝ゴールが J リーグ初ゴールとなった。1994年にはイワンハシェックと抜群のコンビで14ゴールを決め、広島のファーストステージ優勝の原動力となった。しかし、同年の J リーグチャンピオンシップの第2戦でベルディ川崎で後に監督として指導を受けることになる。 加藤久志のスライディングにより、負傷、以後、常に故障に悩まされ続けるも、広島の中心選手として活躍を続ける。1996年9月21日のジェフ、市原戦では、サンフレッチェの日本人選手としては、初となる、ハットトリックを決めた。1998年、広島の経営悪化に伴い移籍金を得るため、放出を余儀なくされ、本人も、 環境を変えるいい機会として、ベルディ川崎へ移籍。前線の起点として、プレー、1シーズン目は22試合9ゴールとまずまずの成績を残したが、次第に怪我により、活躍できなくなっていく。V 川崎で2シーズンプレーした後、1999年末には、日本代表のコーチや監督として、指導を受けていた、岡田武史監督に誘われ、コンサドーレ札幌へ移籍。 初めて J2 でのプレイとなった2000年は札幌の J2 優勝メンバーとなった。だが、自らはリーグ戦初の年間の大ゴールに終わり、同年を最後に膝の負傷などを理由にして現役を引退した。1992年にはハンス・オフト監督が指揮する日本代表にも初選出され、ダイナスティカップ1992では決勝の韓国戦でのゴールを含め、 4試合で5ゴールを挙げて得点王に輝き、広島で開催されたアジアカップでは決勝のサウジアラビア戦で決勝ゴールを決め日本の初優勝に貢献。アジアの大砲というキャッチフレーズで人気選手の一人となった。同年の1994フィ f ファワールドカップアジア予選にも出場したが2試合のゴールに終わり、またイエローカードを累積で出場停止となった。 北朝鮮戦からは、中山正史に活躍でポジションを奪われ、最終予選最終戦のイラク戦ではベンチ入り、試合には出場しなかった。1997年には 1998FIFA ワールドカップアジア予選の一次予選では、3月25日のマカオ戦、3月27日のネパール戦と、鎌本国重以来と2人目となる。 代表2試合連続ハットトリックを達成した。最終予選直前に行われた、ジョモカップ、J リーグ外国籍選抜との対戦以降は、代表に呼ばれていなかったが、最終予選最終節のカザフスタン戦に招集され、後半途中から出場して1ゴールを挙げたが、この試合が代表最後の出場となった。続く、プレイオフのイラン戦では、メンバー外、 怪我などもあり、翌年の本大会でも日本代表には選ばれなかった。サッカー解説者として活動する傍ら、2005年には将来の J リーグ参入を目指して、高木の故郷である長崎県で結成されたビファーレン長崎から監督就任のオファーを受けた。しかし、解説者としての仕事の都合や、当時はまだ S 級ライセンス取得中であったことから、 監督就任は見送り、技術アドバイザーとしてチームを支えることになり、主にサッカー解説のない時に来県して指導していた。S q ライセンス取得後、2006年からは J2 の横浜 FC のコーチに就任し、指導者としての第一歩を踏み出した。さらにチーム指導から1ヶ月ほどしか経っていない、第一節終了後の3月6日には、 足立雄介監督が解任されたことに伴い、監督に昇格し、チームを指揮することになった。指導経験に乏しく、準備機会も与えられなかった上、先輩に当たる三浦和義を選手として起用する、ことへの指導面も含め、難しい立場と思われていた。フロントの決断は、サポーターの批判も招き、高木の初指揮となった第二節のホーム開幕戦では、横断幕ゼロ。 一切の考慮を行わず試合を見守るのみという沈黙の講義を行う事態となった。しかし高木就任後、チームは15戦無敗。新監督として過去に内向成績を残し、J2 加入以来5年間会に沈んでいったチームを一気に昇格争いできるチームへ変貌させた。さらにイタリア代表の堅固な守備を称したカテナチオをもじって名付けられたハマナチオは、 770分間連続無失点の J リーグ新記録及び7試合連続無失点の J2 大記録も樹立し、選手、サポーターの信頼を勝ち得た。11月26日、第51節でのサガンとスセンの勝利と同節の他チームの結果によって J1 昇格を決定させるとともに、指導者として初のタイトルを獲得。初物尽くしの1年となり、 高木の手腕は、サッカー評論家などの間で高く評価された。2007年も、同チームを指揮、開幕戦では、敗れたものの前年王者の浦和レッズを苦しめ、第2節の横浜ダービー横浜 FM 戦で勝利するなど、開幕直後は J1 でも通用するかに見えた。しかし、他クラブとの戦力差は否めず、浜名千代は、あっという間に崩壊、大量失点を繰り返した。 新戦力の奥大介や久保達彦も故障で離脱するなどし大差での再開に低迷。三浦敦弘獲得などの補強方針をめぐってフロントとの確執も表面化し8月27日をもって監督を解任された。その後は TBS のスーパーサッカーなどでサッカー解説者を務め2008年 J1 に復帰した東京ベルディのコーチに就任。 2009年からは、クラブの J に降格に伴い退任した柱谷哲次の後を受け、東京部位の監督に就任した。経営難から満足な戦力が整わない中、中盤には6連勝を含む10戦負けなしを記録するなど奮闘したが、クラブの身売り、存続の危機というピッチ外での騒動の影響もあって、徐々に成績は下降。 一年での J1 復帰がなくなったことに加え、第89回天皇杯の初戦で JFL 所属のホンダロック SC に敗れたことが引き金となり、7試合を残した10月に途中、解任された。2010年より、ロアッソ熊本の監督に就任。守備に重点に置きながら、カウンターを狙うという戦術が功を奏して、失点数を大幅に減らすことに成功し、 J に昇格後3年目のチームを初めて一桁順位に押し上げた。しかし、翌年11位に後退、さらにその次2012年も12位以下が確定したことから、クラブは2012年11月8日、同年シーズンの公式試合が終了次第、退任させることを発表した。2013年より、かつてアドバイザーを務めたビファーレン長崎の監督に就任。 J2 初年のチームを6位に導き、J1 昇格プレイオフ進出を果たした。2014年は14位に終わったものの、2015年には6位となり2年ぶりに J1 昇格プレイオフへ進出した。2016年は15位に終わったが、2017年には2位となりチームを J1 初昇格に導いた。2018年シーズンは、 J1 開幕戦から第6節 FC 東京戦まで2分4敗と、苦しむが、第7節、清水エスパルス戦で、長崎の J1 初白帽子を記録すると、第11節ジビロ岩田戦まで4連勝を達成。J1 リーグ前半戦終了となる、第17節終了時点で、15位5勝2分10敗の成績で折り返す。J1 リーグ後半戦開始となる、 第18節 FC 東京戦で勝利を挙げるが、第19節、北海道コンサドーレ札幌戦から第25節、湘南ベルマーレ戦まで1分6敗と苦しみ、チームは最下位へ転落。第26節名古屋グランパス戦で7連勝中の名古屋を4の3で下し勝利すると、続く第27節ベガルタ戦大戦でも勝利を挙げ、2連勝を達成する。 しかし、再開脱出とはならず、11月10日、第32節、横浜 FM 戦に敗れたことで、自動降格権である17位以下が確定。11月17日、J2 リーグの最終節で、FC 町田ゼルビアの4位が確定したことにより、J1 残留の可能性が消滅。1年での J2 降格が決定した。11月19日、契約満了に伴い、 2018シーズン限りで退任することが発表された。第33節ガンバ大阪戦で敗れ、長崎は再開での降格が決定。最終節では、清水と対戦し、4から4で引き分け、長崎の J1 初挑戦となった2018年シーズンの勝ち点は30となった。 J1 リーグの最下位チームとしては、現行の18チーム制になった2005年以来、過去最多を記録した。2019年シーズンにより、大宮アルディージャで監督を務める。自動昇格圏内の僅差の3位までチームを引き上げたが、J1 参入プレイオフ初戦で、モンテリオ山形に敗れ、J1 昇格を逃した。2020年は、開幕4連勝で首位に立ったが、コロナ禍による、 過密日程や怪我人属質もあり、次第に成績が下降し最終的には15位と低迷。12月8日、大宮の監督を退任すると発表された。2021年6月1日、解任された三浦文武の後任として SC 相模原の監督に就任することが発表された。その他の公式戦高校時代クラブチーム代表指導者、ありがとうございます。